今日のコメント、もう少しで6万人ですね。これからも頑張ってください。応援しています。いつか生配信もやってほしいです。休止で6万人切っちゃったね。また行けるように頑張る。配信か、そうだな、じゃあ10万人いったらやりたいな。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？様々なキャラクターが再登場して見ててワクワクしますよね。てかスー君、俺も復活したからある意味再登場キャラ。ハルカット君の場合は失踪キャラだよ。ごめんなさい。そこで今回はアニポケキャラの登場時と再登場した時の作画の違いを比較していきたいと思います。では関係ないけど、復活前に一人で箱根温泉行ってきました。どういうわけでよかったら最後まで聞いててください。アニポケキャラの登場時と再登場時の作画の違いが衝撃的だった。アニポケは1997年から現在の2022年まで25年もやっている長寿アニメなんですが、今回の新無印編は全地方が舞台になっていて、このシリーズでは過去に登場したキャラクターがたくさん再登場していますよね。今回は初登場時と現在の新無印で登場した時の作画の比較をしていきたいと思います。まずはシゲル。シゲルは初代から登場するサトシの永遠のライバル、現在はゴーのライバルでもありますよね。目にグレーっぽい色が入りパッチリしましたね。イケメンがさらにイケメンになりましたよね。次はこのキャラ、光。光はダイヤモンドパールのヒロインですね。いや再登場の光可愛すぎ。光って昔から可愛かったんですが、今の作風にもなるともう人気にも納得いくぐらい可愛いですよね。なんかやっぱり全体的に目パッチリですね。可愛い。次はコルニ。コルニは XY 編の格闘タイプのジムリーダーです。いや、やっぱり XY 編はアニポケ1の作画と言われたシリーズだけあってどっちも可愛いですよね。みんなはどっちの方が好きですか？次はデンジ。デンジは新大地方の電気タイプのジムリーダーですね。うわー、なんか時代感じるな。やっぱり当たり前ですがかっこいいですよね。なんか前と違ってモブキャラ感がなくなりましたよね。次はエリカ。エリカは関東地方の草タイプのジムリーダーです。そうそう、昔のエリカって謎に青髪なんですよね。そこもちゃんと黒髪になってイメージに近いエリカでしたよね。かわいい。最後はみんな大好きセレナ。セレナは XY 編のヒロインですね。サトシに恋をした唯一のヒロインです。どっちも可愛いな。新無印編のセレナはなんか大人っぽいですよね。でも僕のタイプで言うなら XY かな。髪短い時が可愛すぎる。みんなはどっちのセレナが可愛いと思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じでアニポケのキャラの初登場時と再登場した時の作画の違いを比較してみたでした。ちょっとでもこの下チャンネル登録、よろしくお願いします。では次の動画でせーのグッディー。